アシュレディオ。さあ、始まりました。今日ちょっと音響の不具合が、音響さんがちょっと今日音響さんが若干不具合でありますけれども、テイク3ぐらいですけど、頑張っていきましょう。頑張りましょう。最近ちょっと僕が言われた質問で、あんまないなと思ったのが、なんか女性にこれを歌われたらグッとくるみたいな歌ってあります？あります？って言われて、いや俺ねえなと思ったんですよ。少し背の高い、やっぱアイコスか、じゃないですか。やっぱアイコスか、わかんないですけど、その感覚あるかな。 あります？実なんか歌がうまくて感動がありますよ。うわうまっていうのはあるけど、うんうんうん、これ歌われたらやばいみたいな。そう、全くないっすね。ないよね。ないよね。うん。グッとくるみたいな。グッとくるってなんかあります？ちなみに。そう、異性に対しての。そうそうそう、なんか髪をかき割る。そうそうそう、仕草とか。仕草とか、なんかこういう瞬間。あ、やっぱり笑顔じゃないですか。ああ。笑顔が素敵というか、うん、笑顔、笑顔か、笑顔の爆発力か、うん、まあ不愛想な方より、まあね、まあ笑う時に顎を上げて笑う女性の方がチャーミングですよね。顎を上げて笑う、はい、こうやって笑う子いるじゃないですか。その方がチャーミング。ああ、ああ、そっかそっか。どうしてそんな話をしたんですか、朝から。いや、そういう朝からそんな質問を、そういう質問が、このラジオの、ラジオのヘビーユーザーの、僕の友達から、なんかそういえばそういう質問が来たんだなと思って、アシナさんそういうのあるかなと思って、まあそんな話は置いておきまして、質問が来てます。筋肉についての質問です。毎朝の励みにしています。早速ですが質問です。カフェインは筋肉がつきにくくなるのでしょうか。脂肪や筋肉がつきにくくなる話を耳にしたので気になりました。へー。体が大きいアシナさんがコーヒー好きであることを知り余計気になりました。アシナ栄養学でのカフェインの解説をしてほしいです。どうぞよろしくお願いします。カフェインは興奮作用ですよね。まあ眠気覚ましみたいな、要は眠気覚ましによく飲む、要はその目が覚める興奮。ああ、そう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 、興奮作用、覚醒作用。でも普通に売ってるコーヒーを飲んだぐらいでそんな覚醒しないと思いますけど、まあ人によってはコーヒー飲むだけで寝れなくなるみたいな人もいたりしますけど、僕はそんなコーヒーの作用はあんま食らわないですけど。逆の人もいない？なんかカフェイン、コーヒーの匂いとか、その飲むことですごくリラックスする。ああ、それはまあコーヒーのアルファ波だったりとか。ほう。だから僕が昔営業やってる時に言われたのは、必ずホットコーヒーを頼みなさい。ホットコーヒーはそのアルファ波を出して人をリラックスさせて、で同時に決断、そのお客さんの決断力を高めるみたいな。ピリッとしてこうキリッと、本当かどうかは知らないですけど、みたいなのがありましたけど、まあ、別に栄養学的に別にコーヒーは飲まなくてもいいけど、やっぱそのトレーニング前にホットコーヒーをブラックで飲むボディービルダーは多いと思いますけどね。脂肪が燃えやすいんですか？脂肪が燃えるっていうのはちょっとワンクッション、ツークッションあって、覚醒すると血管拡張されて、その要は血管の中に入る血液の量が増えたりとか、血管が広がったりすると結局その体脂肪っていうのは血管を通って流れていくんで、脂肪燃焼効果があるっていうことなんですよ。で、僕の一番のおすすめは、極めて個人的なおすすめは、NO っていう、一酸化炭素、一酸化 N 酸素、一酸化窒素、窒素じゃない、一酸化窒素か、NO 系っていうサプリメントがあるんですけど、それはもう飲んだ瞬間から20分30分ぐらいしてから本当に覚醒します。血流がめっちゃ良くなる。はい、あ、血管、それは確か血管を広げるんですよね。
それはすごいです。うーん、集中力とか、うんうん、逆に最初頭痛くなるかもしれないですけど。ニンニクとかにも入ってる？わかんないです。ニンニクに窒素入ってないじゃないですか。そっか、あ、そこそこ、なんかニンニクのなんか高くたら血行が良くなるみたいな、なんかイメージ。あ、僕食事であんまりそうなるのないですね。うーん、食事で一番僕が血管を感じるのはやっぱ糖質ですね。ああ、だからあれですね、血糖値、血糖値が上がると、そのまあでも糖質と血流は結構僕は関係してる気がします。うーん、まあ、NOK ってのはサプリメントで取るってことですか？はい。あ、NOK サプリとなります。へえ。それを飲んでトレーニングとかすると、そう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 、もう汗の量とか尋常じゃないし、脈の上がり方だったりとか、下手したら知りますけど、怖い。へえ。より重量こうエネルギーがこう出てくるっていうこと。いや、血管が太くなるんで、うん、要は筋肉に引き込む多分水分量とかも増えてきたりすると思いますから。NOK とクレアチンを飲んだら多分エグいことになるんですけど、僕とかは特にその筋肉がボーンってパンプしやすいんで、うんうんうん、筋トレ前と筋トレ後の体があの別人かってくらい違うぐらいパンプするんで、まあ、それは多分 その人の体質にもよりますけど、うん、パンプした筋肉ってどれぐらいでこう戻るっていうかあれなんですか、パンプ。いや、めっちゃ人によります。あ、そうなんだ。もうその次の日もでかいみたいな人もいるんですか？僕は、次の日も抜けてないです。抜けてないっていうか、あの筋トレ直後のパンプみたいにならないですよ。あ、でもパンプして要はめっちゃ筋トレするじゃないですか、うん、そうすると体重が 1,2 キロボンと増えるんですよ。そうなんだ。はい、もう僕の筋肉はもう水分をめっちゃ溜め込むんで、あ、一気にボン。だからめっちゃ食事制限をしてても体調落ちないですよ。むしろ増えてるぐらい。だから唯一僕がアメフトやってる時の夏合宿ってみんな痩せるんですよ、うん、練習しまくって、うんうん、僕だけ体重増えてますからね。溜め込むから筋肉に、はいはい、あ、それはもういいか悪いかで言ったら僕はあんま嬉しくはないんですけど、まだそれ人によります。筋肉の、そのデカさって水分量とかすごい関係してくるんですか？あ、水分量とか筋肉がどれぐらい水分を引き込めるかっていう。へえ。だから水がすげえ飲むんだ、みんな筋トレしてる人。まあ、水はもちろん飲むし、それはだからそのやっぱ循環なんで、循環させないと全てに悪いですよね。うん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 。じゃあ結論で言ったら、まあカフェイン別に足の栄養学的にはまあ飲んでも飲まなくても別にいいんじゃないですか。まあやることが大事ですよ。確かにね、確かにそうだ。じゃあ、もう一個質問来てます、はい。ちょっとまた起業の質問が来てまして、うん、早速ですが、好きですね、起業について質問です。地方都市在住のものです。今住んでいる町には起業支援の公的団体や民間団体などがいくつかあります。事業やコンサル、商工会議所、金融機関のネットワークを売りにしています。そういった団体を何かうさんくさく感じてしまいます。変なしがらみも多い気がします。まず自力で売り上げを上げ、売り上げが増え、必要になったら自分で事業の方を探すのがいいのではと思っています。芦名さんは起業支援の団体についてどのような考えをお持ちですか？芦名さんは全て自力で起業されたイメージがあるので、ぜひお話を聞いてみたいです。よろしくお願いします。なるほど、これやっぱね、僕に聞くとね、良くないんですけど、僕の場合はできることが多すぎるんですよ。そうだね。で、分かんないことさえ分かってしまうんで、うんうん、分かんないことさえ分かってしまう、分かんないことさえ分かってしまう。あ、でも多分その企業支援の団体みたいなのがあるわけですよね、うんうんうん、で、それがいいのはやっぱ何も分かんない、うん、極めて無知な人に対してはいいんじゃないですか、うんうんうん、手取り足取り、はい、でもそんな人起業できるのかって話ですけどね。うん、確かに起業したやつ何も知らないですみたいなね、はい、そしたら自分で起業したら25万から30万ぐらいだけど、うんうん、その人にお願いしたら35万ぐらいで起業できる、うんうんうん、だその人は結局5万ぐらい中抜きするわけですよ、うん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 、っていう商売です。あ、じゃあ税理士必要ですよね。自分で税理士見つけて、自分の税理士見つけても、うんうん、いやいや僕この経理の精算ぐらいはできるんで、うん、あのここだけお願いしますっていうスポットやったら、
年間でも10万20万ぐらいするんだけど、うん、じゃあ月顧問契約でっていう契約結ばれちゃったら、うん、じゃあ月、じゃあ小さい会社でもじゃあ3万で年間40万となるわけです、うん、っていうぐらいの話です、うん、そういう団体って、うん、あじゃあ弁護士さんもつけた方がいいですよね、うん、じゃあ顧問弁護士で月2万で、じゃあ年間で2、30万ですっていう、うん、そういう、うん、紹介して斡旋料とかもらってるんですかね。そう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 、要は、はい、あまあだからその何も分かんない人からしたらそこで全部完結するから、まあまあワンストップでね、まあいいんじゃないですか、まあ多少お金を払ってでも、はい、うん、だから自分で自分がブラジル行ってコーヒー豆持ってくれる力があるんだったら別になんか商社から買わなくてもいいしそんなやついねえだろうみたいな話じゃないですか。うーん、そうだね。でもどうなんですかね、今この時代だったらもう自分で調べたらいろいろできますけどね、基本的にはね、うん、ってなったら何のためには、まあそのもう一切調べたりしたくないみたいな、調べらんないっていう情報を、いやいや、どちらかというとビジネスっていうのはあの欲しがってる人よりも、要は需要者よりも供給者によって決まる、うん、決まるんですよ、うんうんうん、だから今ので言うと吉岡さんの発想は、うん、そんな人必要なんですかね、うん、っていう発想じゃないですか、うんうん、じゃなくて税理士側とか弁護士側がこんなサービスありますよって言い続けるんで、うん、それが起業したこともない人のところにの耳にリーチするわけですよ。ああ吉岡さんじゃあ起業したことないですよね、起業でも起業したいですよね、僕全部やりますよって営業されたらもう断れなくてそのまま契約するんじゃないですか。ああ、はいはい、だからその供給ベースです。その供給の目的がどうかっていうのはそのだから需要があるかどうか関係なく勝手に需要を作られて契約になるっていう。あはい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 需要を勝手に作られるか、あ需要を、まあ、でも変な話こう作り出すっていうのはビジネスやる側としてはすごい大事なことなんです。いやすごい大事ですよ。ですよね、需要を作り出さないと、うん、それはもうレッドオーシャンで勝てないじゃないですか。うーんブルーオーシャンでしか勝てないし、はい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 、ブルーオーシャンっていうのはあの競合がすぐ参入してくるし、うんうん、っていうことです。うーん、レッドオーシャンの中で新たな需要を掘り起こすというかこう定義するみたいな感じですか。いや例えば吉岡さんが、うん、じゃあ例えばお金持ちでね、うん、なんかウェブサイト作りたいとか言うわけですよ。はい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 、はい、100万払うからウェブサイト作りたいとかって言うわけですよ、うん、そしたらあ僕作れますよっていう人が殺到するじゃないですか。うんうんうん、そうだよ。それはあのみんなウェブサイト作ったら儲かると思ってそのブルーオーシャンに飛び込んでるけど、うんうんうん、気づいたら競合がうわーって殺到するから結局レッドオーシャンになるわけですよ、うんうんうん、じゃあ僕は90万円でいいですよ、僕は80万円でもいいですよ、うん、いいですよってなって、うんうん、めちゃめちゃ買い叩かれて、はいはいはい、いつの間にかじゃあただやってよそれぐらいって価値がなくなって終わってしまうんですよ、うんうん、だからそこで需要を作んなくちゃいけなくて、うんうん、あ、吉岡さんウェブサイト作りたいんですよね、でもそれそもそも何のためでしたっけ、うん、あだったらこれウェブサイトっていうのはあんまりお金かけずに実はこっちのプロモーションにお金かけた方が吉岡さんの売り上げが上がると思うんですよ、うん、っていう提案ができないと連投者で勝ち抜けないですよ、うんうん、付加価値というかね逆転、うん、だからそのこれが流行ったじゃあこれやればいいっていうのはすごく危険なんですよ、うん、じゃあプログラミングが流行ってるじゃあプログラマーになろうっていうのだともうブルーオーシャンで始まったところがすぐ連投者になって、うん、で終わり、うんデザイン業界とかもずっとそれを繰り返してます。あデザイナーです、デザイナーです、デザイナーです、はいはい、言われれば作りますけど、うん、言われなかったら作れない。あなるほどなるほど。そうなってくるとどのビジネスパーソンにおいてもその顧客が求めてるもの、うんまあ、顧客が言ってるものっていうよりかはなんだろう必要なものじゃなくて欲しいものを提案できる力っていうことですか。必要なものっていうかなんていうのなんていうの、うん、です。欲しいものじゃなくて必要なものを提案できる力です。吉岡さんがウェブサイトが欲しいって言ってるんだけど、うん、吉岡さんが一番大事なのは変なスーツを着てるとか変な服着てる、うん、髪型が変だっていうことかもしれないです。例えばうん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 、だったら吉岡さんにとって本当に必要なのは
スタイリストかもしれないです。っていう時にスタイリストの提案ができるのかっていうんです。つまりその、ウェブ制作屋さんだからウェブが作れますとかっていうことは、うんうん、もう20世紀に置いてきてください。そのもうこれからは間違いなくそのディレクションっていうことができないと、うん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 、もうなりゆかないです、うんうんうん、全国民総ディレクション能力必要時代です。ありがとうございました。ありがとうございました。